チャーリーとチョコレート工場こんにちは貝柱ですすいいただきます固いね蓋が今日チ <laughs> チャーリーーリとチョコレート工場ジョニー・デップとねティム・バートン選手の知ってる人はほとんどだろうけどねもし見たことない人がいたら動画見て興味持ったら本編映画見てみてください細かいことは置いといてあらすじから,ら俺たち強盗だ<ー>この袋にありったけの金などを詰めろれ わ決まえた大きさ。おりゃーひー チャーリーリってていう男ののの子子子がこ貧乏な家の子な家んですよ凄まじい貧乏チャーリーの住んでる家とか傾いてんすよ算数の授業で出るあのやつもうお父さんは歯磨き粉屋さんみたいなところの製造工場で働いてたりするんだけど、ね、賃金もあんまりなくて、ね、お母さんは凶悪な魔法使いに似てるお母さんなんだけど飯とかもねそんないっぱいの量食えないわけもうみんなでちょっとずつみたいな必死そうなものそれでも 十分チャーリーリとしては幸せなんですよね家族大好きというやつよでそのチャーリーが住む町の町にはバカでかいチョコレート工場ありけりうちなる場所を出ちゃったウィリー・ウォンカっていう人のチョコレート工場にウィリー・ウォンカっていうブランドのチョコレートがあってすごい有名なのこのチョコレート今回このチョコレート工場に 選ばれた人だけ招待しますっていう催しが開催される催しっていうかそれっていうのがそのウォンカのチョコレートね板チョコがあるんだけどその中に金の招待券が入ってる子供ねそれを当てた子供5人だけ招待しますよというものですよそしてその選ばれた5人の中からさらに当日特別賞も出ますっていうねもうお祭りみたいなもんでもう世界中で「これがその券を取るぞ私がその券を獲得するわよわよ」っていう人 人たちがもう溢れ出して一気にもう世界中で取り合いで当たった子どもたちっていうのがまず1人目がもうチョコレートジャンキーのデブ。 うん、肉屋のデブが一人と、そしてもう一人がなんかちょっと空手女。いやあ、いやあ、みたいな女の子もう。基本的にガムが好きなんだけど、今回私はもう何でも一等賞にならなきゃ何でも選ばれないと気がしまないのっていうのでチョコレートを買って見事金の招待券を当てたっていうね、勝負師の女の子が一人。この勝負の世界に身を置く女の子のお母さんめちゃくちゃ面白くて、もうザ・教育ママみたいな。眉毛とかこんなんないよ。な 滑り台みたいな眉毛してて <laughs> で近所の公園にその滑り台寄付してあげたらこうやって続々とあ金の招待権が当たり出して残りは一人ですよチャーリーもだからめっちゃ行きたいわけですよねそのチョコレート工場に見学でもチャーリーの家はもう本当にもうクソほども貧乏だからチョコレートが買えるのはチャーリーの誕生日の日の1回 キリなんですよ1枚だけ1枚にかけようって言うんでお父さんもお母さんもね「チャーリー」ってだったらもう来週あ,あなたの誕生日は来週だけどもう今日開けちゃいますしょうよチョコレートっ,ってもチャーリーももうゴクリとつばを飲み込みに飲み込み「分かった開け申す」っつってさあいよいよチャーリーチョコレートの金の招待券当たるか「いやーって開けてみるんだけど中には金の招待券入ってないの。 ですよねみんなで分けようってチャーリーその1枚しかない板チョコを自分の誕生日のチョコレートをもう家族にこう分けてあげるのいい子を だから貧乏なんだよお前 <laughs> いいやつは金持ちになれねえんだよじい <laughs> さんはそれを不憫に思ってねよっしゃってわしのわしのへそくりピランってこのへそくり100円見て100円くらいのへそくりを「チャーリーお前もう一回ちょっと挑戦してこい」っつってわしのへそくりあげるからこれでチョコレート買ってこいって。 行ってこいって,って。分かったよって、チャーリー2回目の挑戦、チョコレート。うわーって、おじいさん買ってきたよ。一緒に開けよう。1、2の3、わさーん。何にも入っていない。 バーン、はい、おじいさん。あ、やっぱり優しい、チャーリー。は <laughs> は一緒に食べる、チャーリー優しい。ね、もうチャーリーもう残念だなって、やっぱり僕みたいな貧乏な子は運もないんだって、とぼとぼ街をね、へぇ、へぇ、ちゃむくれって歩いてたら、お金が落ちてるんですよね、お札が。うわ、やったぜーっつって、もうね、交番なんかに届けるわけがねえだろう。イェーイっつって、そのお金持って、お菓子屋さん入って、チョコレート、ウォンカチョコレート一枚ください。 っつってもう3回目の挑戦そのウォンカチョコレートを選んで開けるズバーピカ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 ーうわー失明<ー>また炊いてるわけですよ金の招待券が入ってるやったーもう家族の元に行って当たりました僕はやったねチャーリーうわーもうチャーリーそこでも優しいからでも 僕、金の招待券いらない。この金の招待券、みんな欲しがってるから。売れば、この家計を支えることができる。しばらく支えてくれ支えられる。お金が手に入るから、僕はいいよ。どこまでも優しいやつだよ、チャーリー。だからお前は貧乏なんだよ。だけどもう家族は、いや。お金はいらないから、チャーリー。いっといで。家族は送り出すわけですよ。もう家族もバカ。もう家族もバカだって。<laughs> 本音出ちゃって家族も優しいから。だから貧乏なんだよ、お前ら家族は。で、あの、付き添いで一人大人が必要だから、そ、それには、おじいさんがね、付き添いに行くわけ。おじいさん、それまで歩けなかったんだけど、金の招待券を当たったことに嬉しすぎて歩けるようになるの。だったらだったらみたいな。<laughs> 急に足がこう、軽やかに。 ね、他の招待券が当たった子どもたちと保護者の人たちも来てそこにねいよいよウォンカさんウィリー・ウォンカさんが来るわけですよででーんってジョニー・デップ変な眼鏡つけて「変な人です」っていうのが来てこの人と一緒にもう工場の中に入っていくするとすごいんですその工場の中っていうのはもう不思議な光景が広がってる工場の中に。 チョコの滝がドバーって流れててもうそっからもうチョ,コチョコの川があるわけですよドラってでそこで働く従業員っていうのはウンパルンパと言われる小人たちが働いてるわけですよね同じ顔した妖怪人間ベムみたいな髪型をしたストレッチマンみたいな髪型をしたそれが働いてるわけです これはすごい工場だねって、ウィリー・ウォンカさんもね、ウォンカさんもさあ、この工場どうぞ見ていってください。楽しんでいってください。あそこに生えてる木のキャン、あの、キャンディーの木とかも全然食っていいっすよ。この芝生とかも全然食えますよ。さあ、食ってください。豚目。大喜びですよ。みんなそれぞれキャンディーを食べたり、お母さん、保護者のお母さんとかもね、こう不思議な木の実とかをバクって食べてみたりとかして、で、その中で一番はしゃいでる デブのクソガキよ俺はデブですって言ってデブなので 川で流れているチョコも飲みますっ,つってバクバクバクって川の流れてるチョコレートをもうべっちゃべっちゃべっちゃ食べるっていう,もうそしたらもうこのデブはデブだからボチャーンって川の中に落ちちゃってそのままワーって流されちゃってチョコレートを吸い上げるパイプみたいなところにスポーンって入っちゃうわけですよね働いてるウンパルンパ小人たちがその吸い込まれていくデブに対して歌を歌うわけですよデブデブ お前はデブだから、すごく吸い込まれていくく食べざっかりデブデブブすごく醜い愚かな行動をしてるからお前そういうことになんのやでみたいな歌を歌うわけよ。このデブはねパイプの奥にパーンって吸い込まれていってはい、1人脱落こうして楽しいチョコレート工場見学始まったばかりですがさあこの残った子どもたちの中で特別賞を手にするのは一体誰なのでしょうかみたいなお話です。 トバートン監督のの独特のブラックさってありますよねすごいね、工場の中とか、トンネルがあって、それを、イカだみたいなので、みんなで渡るわけですよね。うんぱるんパっていう小人たちが、よいしょ、よいしょ、よいしょって、漕いでくれるから、それに乗って、そしたらもうトンネルの中がジェットコースターみたいになってて、急流川下りみたいな、ドゥわーん、じゅーん、じゅー 下ってるところにこういろんな施設がこう点在してて、牛からミルクを絞り取る装置とか、牛をこうやってぶら下げて、それをウンパルウンパたちが無事でパチンパチンって叩いて、直接なんかホイップクリームを絞り出すみたいな機械があったりとか、<laughs> この先中盤以降のネタバレが含まれるので、チャーリーとチョコレート工場見てない人気をつけてください。やっぱそのチャーリー以外の4人の子供たち。 のキャラクターが本当に癖がね強すぎて最高なんですけど、まあ、この子どもたちがいろんなその工場の施設を見てその中で一人ずつ脱落していくんですよねなんかね。 空手が得意で、ガムくっちゃくっちゃ食ってる女の子とかも、その新商品のガムを開発、開発してるエリアで、ウォンカさんが、その、新これが新しい、私が開発したガムですって言って、フルコース味のガムですって言って、そのガムを女の子にあげるわけ。このフルコース味のガムっていうのは、もういろんな味に変わるガム。フルコースの科のごとく、噛めば噛むほど。最初噛むと前菜のサラダみたいな味がして、その後なんかステーキとポテトの味、 味がしてみたいなだけどこのガムってまだ開発途中でちょっと不良品問題があって。 ウォンカさんも、だから、あんまり噛まない方がいいよって、その、ガム、危ねえからって言って、注意するんだけど、女の子は、そんなの知ったことかってって、ガブガブガブって食べて、ずっと噛み続けたら、顔が紫色に変わっていって、体がブクブクブクって膨れ上がってきて、ブルーベリーみたいな体型になっちゃう。そのまま、その丸くなった女の子、ゴロン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 って。はい、脱落。次の場所は、ナッツの選別室で、 チョコレートに入れるナッツ、いいナッツを そこで選別してるっていう。で、選別するのは可愛いの。リスなんですよね。リスがナッツの、こう、ナッツをポンコンコンって叩いて、いいナッツかどうか選別して、ポンっていいナッツ、これいいナッツ、これ悪いナッツとか言って、こう選別してくれるっていう、めちゃくちゃ可愛いリスなんですけど。そのリスを見て、お金持ちのわが、超、ま、わがままな女の子は、パパ、私あのリス欲しいって、普通のリスじゃ、いや、あのリスが欲しいってって、もうパパはパパで、その娘っ子に 甘やかかかてるから分かったよ娘ってじゃあ、ウォンカさん、私はあのリスを買うよ、いくらだ、いくらでも出すよ、つって、ウォンカさんはいやいや、売り物じゃないんで、って言うんですけど、そしたら娘は、やだー、リスが欲しい、リスが欲しいって、私が取ってくる、とか言って、そのリスのところにズバズバって言って、そしたら周りのリスたちが怒っちゃって、その女の子を、リスがね、そのわがままな女の子の頭を、 こんこんこんって叩いて。こいつの脳みそ空っぽだな。これは悪いナッツだ。判断して、リスが、リスたちがみんなでバーって、ゴミ箱に、ダスト、ダストシュートにシューンって。 投げ捨てちゃう <laughs> はい脱落もうそうやってもうみんな子供たちは脱落していって唯一残ったのがチャーリーだけチャーリーは唯一ねこのチョコレート工場を子供の心で楽しめる子なわけですよなんかだから頭のいい男の子が何のためにこんなの子にやるんだよとか意味ないじゃんとか言うんだけどお菓子に意味なんか求めちゃいけないよって意味なんかなくたって楽しめるのが チョコレートさとかって言うわけよ。あ、これだよねとか思うんだけど、その気持ち大事だよねみたいなね。やっぱ大人になるとちょっと理屈っぽくなっちゃう節があるからさ、僕とかもさ。 あチャーリーのその精神だけは、うん、もらっとこうなとか思うけどそれでチャーリーが特別賞に選ばれるわけちょ特別賞っていうのはそのウォンカさんの跡継ぎになれるんですよねそのチョコレート工場の所有権をあげるっていうんですよウォンカさん。どうせ僕はそのうち置いていって死んじゃうからこのチョコレート工場の跡継ぎがいないと困るんだってだから今回こうやって招待してその中から優秀な子供を選ぼうと思ってきたのさっつってね。 その中で一番子どもの心純粋な子どもの心を持ったチャーリーが選ばれてしかしチャーリーはそのチョコそっからさらに話がねちょっとこうまた進んでいって親によって阻害されるその子どもの可能性とかっていうそのレベルの話になってきたりするわけ。これ子を持つ親御さんが見たら うん,うんってちょっと積極性なとかってもしかしたら <laughs> 思うかもしれないですけどね「うっせこつっ,って頑張ってんだよ」ってみたいな <laughs> そんな難しい難しいことも考えず基本的には楽しめる面白い漫画っていう漫画じゃないアニメ映画っていうねリンリンこの前の動画についたコメントが二律廃半 ラインの映画好きであるチェンソーマンの作者の藤本達樹先生が今年一番面白かったって実践してて最高の予感しかしない映画最高ゴーマンっていう映画の話をしたんですけどめっちゃ面白いなんかイラストも描いてたらしいっすね藤本先生チェンソーマンもねアニメ化するからアニメ化前にチェンソーマンの話でもどっか動画で ね、紹介の話でもしとこうかなとは思いますけどウサギさん耳が耳がパワーをドロドロに煮詰めたクソみたいな性格してるぜ <laughs> 本当だわパワーちゃんだねあれねあの精神性はパワーちゃんかもしれないあれでもっとこうもっと人のせいにしてわしは知らんみたいな性格だったら完全にパワーちゃんでしたね中までたっぷりタクアンチャップリン 彼氏が脳みみそって、蟹味噌みたいな匂いなんかなカニみそってさ近くで見たらさ結構あの何ていうのあの繊維みたいなそれこそ脳みそのうにょうにょうが見えるじゃんだからめちゃくちゃ気持ち悪いなぁと思います何その動画の締め。